はい、イオンのですね、厚木店行ってきまして、今からですね、129号線で、ちょっとですね、昔お世話になったっていうかですね、仕事で行ってました、元ダイエー横須賀店、イオン横須賀店、イオンスタイルかな、横須賀店に今から向かいたいと思います。ちょっと長旅になると思うので、これはちょっとぶっ続けでやらないで、途中でちょっと切りますので、ご了承くださいませ。いい感じのところでちょっと切りたいと思います。私の記憶が正しければ、イオンっていうか昔のダイエーの横須賀店にはですね、パチンコ屋があったんですよね、中に。あれが良かったわ。まあちょっと今時効になるかもしれないですけども、行ってましたからね、パチですね。今12時になりました。キンコンカンコンが鳴りましたよ。ちょうど12時です。今なんだと思ったら、12時で金庫観光で12時でございます。流れよくですね、まず、イオンスタイル新百合ヶ丘行きまして、その後に行き過ぎて、後でちょっともうわけわかんなくなってたんで、後で整理します。なんかガソリンがそのうち下がるっていう風に言ってましたけども、なんか一向に下がんないですね。今121円ぐらいが底値で、今三里の彦成ってとこだっけな、あ、駒形か、三里の駒形っていうところに、あそこのエネオスがあるんですけど、そこが一番安くて今121円ですね。あそこすぐ安いんですよね。なんでそこはちょっと、ガソリンも満タンにしてきましたんで、今日は三浦半島までちょっと行く予定なんで、結構満タンじゃないとちょっと厳しいかなと思って、満タンにしてきました。茅ヶ崎平塚の方向かってですね、行きますんで、はい、じゃあ一旦切ります。うわ、すっげー雨、今すっげー雨いきなりついた。それでなんか道路の途中で大雨警報って書いてあったわ。うわ、すっげー雨、今もう車もすっげーのぞってたんだ。すげえ雨降ってきたよ。マジか、なんだこの雨は。うわ、風も強くてすげえ雨。マジか。風がすげえ。うお、台風のこれ絶対影響だわ。これまだまだなんですけども、今寒川っていうところですね。ちょっと場所ははっきりと自分はもうちょっと地理、ここら辺の地理分かんないのであれですけども、129号線をのろのろ運転で今走ってます。風もすごいしね、見通しが悪くなってきた。昼間の12時、18分ですからね。なんかあっちの、太陽が出てる方は明るいですよね。一気に雨降ったな、今。
げえ雨だな。海岸沿いを走るみたいだから、ちょっとこのまま撮影しますか。途中まで。抜けた。ようやく渋滞抜けましたよ。この前ちょっと撮ったかもしれないですけど、ちょっとあの江ノ島の方また行きますわ。これうーわ、海岸超すげえ荒れてるわ。こっち皆さんちょっと見えないかもしれないですけども、右側がもう海なんですよ。湘南のあの茅ヶ崎海岸です。うわ、すげえ綺麗。今海岸沿いを走ってます。江ノ島とか湘南の方ですね、走ってますよ。茅ヶ崎市突入です。相模川、湘南大橋も渡ってたところですね。
浦江ノ島の方向かいます。
ぱね、自分はあんまりね、そこまで大ファンじゃないので、歌詞とかちょっとうろ覚えになっちゃうんですけども、まあ、その当時は歌ってましたね、若い時は。やっぱ一番好きなのはね、ラブアフェア、秘密のデートですよ。一番の名曲ですね。入りやがったよ。こういうのはちょっとイラってくんだよな、開けて。キスマイク一つ。前の湘南ナンバーはキスマイク一つつけてるわ。しまった。Love you, no.
抱きしめまた口づけた愛に行かなくちゃ儚い夢と愛の谷まで溺れさえババ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 バ夜明けとともにこの首筋に夢の跡だから愛の谷まで溺れさえThank you.
きい風。鎌倉高校のとこ通るな。知ってます？鎌倉高校スラムダンクあの舞台になった、あのモデルになった。うわすっげえ、すげえ荒いな。
高校前、ここすごい名称ですよ、江ノ電鎌倉高校前。今映ってますかね、江ノ電鎌倉高校前。スラムダンクのモデルのとこですよ。鎌倉高校。この踏切がですね、赤城花道とかがもう立ち尽くしてた有名な踏切です。ここ自分の動画も撮影してるあるんで、ぜひ見てください。この踏切です。通過しました。ほんと目白押しだなぁ、観光地が。いいとこだな。稲村ヶ崎、稲村ヶ崎、これはサザンのケイスケ桑田の聖地だな。ここはThank you.
はいるんじゃねえかこれ。すっげえ波だぜ。白波が立ってるよ。
またちょっとじゃあもう横須賀着きそうになったらつけます。京急線が今通っております。京急線が皆さん見えますかね。これが逗子葉山駅です。逗子葉山駅、交差点を右方向です。入ります。はい、今ですね、あそこのですね、横須賀市に入りました。横須賀ライテクカプセルが船越1丁目にそびえております。何の価値かわからないですけどね。観音崎、岬、
町3丁目を左方向です。実際の交通規制に従って走行してください。ここを左です。まもなく目的地付近です。運転お疲れ様でした。はい、着きました。